尿器の概要。腎臓で作られた尿は、輸尿管を経由して膀胱へと送られ、一定量が溜まったら尿道を介して排尿される。尿は、腎臓により生産される液体状の排泄物、血液中の水分や不要物、老廃物からなる。日本語では、小便、小水、また俗語として、おしっこ、しょべ便などとも言う。古くは、ゆばり、ゆまりといった。 尿の生産、排泄に関わる器官を、泌尿器と呼ぶ。人の場合、腎臓で血液からこし取られることで生産された尿は、尿管を経由して膀胱に蓄積され、尿道口から排出される。生産量は、水分摂取量にもよるが、1時間あたり60ミリリットル、1日約1.5リットルである。膀胱の容量は、 成人で平均して5 0 0トル程度で、膀胱層溶石の4、5程度蓄積されると大脳に信号が送られ、尿意を催す。尿を排出することは、大きくは次のような意味がある。慢性腎不全が悪化した患者は、腎臓での尿による、老廃物の排出が十分にできなくなるため、人工透析を受ける必要がある。鉱骨魚類や、 両生類のカエルの妖精のオタマジャクシではアンモニアの状態で排出する。軟骨魚類のサメや両生類のカエルの生態は尿素で排出する。爬虫類や鳥類などでは尿酸に化学変化させて固形物として排出する。硬い殻を有する卵性の動物では尿を殻の外に排泄できないためアンモニアでは有害であり尿素では浸透圧が高くなりすぎ。 水にわずかしか溶けない尿酸の形で排泄することにより有害性と浸透圧の両方の問題を解決している。哺乳類では肝臓で尿素に化学変化させて排出する。これらのことから男性の哺乳類である炭鉱類のカモノハシでは男性では尿酸で生体では尿素で排泄することが推定される。昆虫は幼虫や成虫は尿酸、または 尿酸の分解物であるアラントインで排泄し、閉鎖系となるサナギキには尿酸で排泄する。哺乳類の尿の場合、約98%が水であり、タンパク質の代謝で生じた尿素を約2%含む。その他、微量の塩素、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、リン酸などのイオン、クレアチニン、尿酸、アンモニア、ホルモンを含む。閉経した女性の場合は、 生鮮刺激ホルモンも含む。色は、おおむね黄色で、水分が不足している時は、オレンジ色になり、短時間に大量に水を摂取して成分がほぼ100%水となった場合は、無色となる。肝臓での代謝物ビリルビンが代謝され、ウロビリノーゲンを経て、最終的な代謝物である黄色のウロビリンが排出された時や、ビタミン B2 が排出された時も、黄色となる。 一般的に汚いものと思われがちで、人間社会では、大便と共に、便所で出すよう求められ、野外ですると処罰されることもある。だが、尿は血液をろ過して作られるため、腎臓が健康な場合は排泄までは無菌である。排泄してから時間が経つと、尿の中の尿素が外部から侵入した細菌によって分解され、アンモニアが発生して悪臭を放つ。 尿自体の匂いは軽くアンモニア臭がする程度だが水分が不足した時や偏った食生活をした時あるいは何らかの病気の可能性がある時に気になる匂いが発生することがある注意が必要なのはきついアンモニア臭がする場合や甘酸っぱい匂いがする場合であるまた排泄直後の尿は空気を含んで泡立つことも多いが大抵はすぐに消えるしかし あまりにも泡立ちが激しい場合は、タンパク尿や糖尿病である可能性が高い。健康な状態の尿は弱酸性である。代謝物は水分より比重が重いので黄色、または褐色成分は時間が経つにつれて沈殿する。尿は血液中の不要物や有害物、新陳代謝の老廃物などを体外へ捨てるために腎臓でろ過されて生産される。 このため、身体状態を反映して、水素用に指数や成分が変化することが知られており、内科の診断では主要な検査対象となる。通常、尿は弱酸性を保っているが、pH に変化が起きると、肺のガス交換や腎機能の異常を推察することができる。尿をアルカリ性にすることによって、血石を作りにくくする治療もある。血液やリンパ液、 組織液、細胞液などの pH は、ホメオスタシスによって通常 pH7.4 プラスマイナス0.05に維持されている。一方、尿は体液ではないため、pH はある程度の範囲で変動する。体内からミネラルを補充したり、尿に余分なミネラルを排出することで、血液や体内の pH が保たれているので、 骨や尿は摂取する食品の影響を受ける。尿は pH4.4 から8.0の範囲で変化する。尿酸は酸性尿で積出しやすく、血清尿酸値の上昇は人機能の低下を伴う。高尿酸血症の治療において尿 pH は6から7に保つことが適切とされており、尿 pH6 から7が尿酸が最も積出しにくい範囲で、 腎機能が良好であった。一般に、尿は弱酸性であるが、アルカリ性食品を多く摂取、ほとんどの文献で、血液、体液の酸、アルカリの性質を変えることはないと考えられている、エセ科学的用語である。することで、アルカリ性になったまま低下しなくなることがある。尿に、タンパク質が含まれる場合は、腎疾患や尿路系の異常、等では、 糖尿病、血液では尿路系の炎症や血液が疑われる。ただし、これらは疾患がなくても疲労が原因である場合もある。うろびりゲンの量や尿の比重も増器の疾患を示唆する。ウイルス、細菌が混じる場合には、泌尿器系の感染症が疑われる。薬物、毒物などを摂取した場合には固有の代謝産物が検出される。 妊娠した女性からは、人中毛性後などトロッピンという特有のホルモンが検出される。簡単な尿検査は試薬を用いて、色の変化や沈殿の有無を調べるもので、妊娠の検査であれば数分程度で確認できる。近年では、質量分析の発展によって、極めて微量の成分でも検出が可能となっており、スポーツ競技でのドーピング検査などで使用されている。また、 尿の色で健康状態がわかりやすいこともあるために、尿の色で健康状態を管理する場合、白系統の色の便器が使用される場合が多い。医療機関では過去から白色系の便器が設置されているほか、現在では住宅用も含めメーカーから出荷される便器はほとんどが白色系のみとなっている。尿に含まれる尿素は窒素を多く含むため、肥料として古来から利用されてきた。 鳥類の尿は尿酸を含み、グアノとして天然の窒素肥料として利用されている。江戸時代には、京都では農業肥料として尿を集める樽を持ち、野菜と交換する商売があった。尿素が微生物によって酸化されて、火薬の原料となる硝酸カリウムが生じることも古くから知られており、硝石が手に入りにくい地域では貴重とされた。 近代科学が発達する以前では、小石は、便所の床下の地面に堆積した硝酸カリウムを、採掘したり、枯れ草に尿をかけて発酵させたりして入手していた。古代においては、尿を発酵させて得られるアンボニアなどはしばしば、唯一の選択の手段であり、比較、布などの洗浄に広く用いられた。その科学的性質は、錬金術、魔術の領域でも広く用いられた。 生物の尿には各種の生理活性物質が含まれており、生成することで様々な医療用の尿由来製剤が生産されている。代表的なものとしては排卵誘発剤の HMG 製剤、白血球減少症治療剤のミリモスチム、酵素阻害剤のウリナスタチン、繊維素溶解酵素剤ウロキナーゼなどがある。ただし、クロイツフェルトヤコブ病の懸念から利用には 慎重な態度が取られている。漢方薬では同時尿として尿が薬用に用いられており、民間では健康法として尿療法が行われている。爬虫類や蝶類の尿は尿酸を含み化粧品などに用いられた例もある。なお、かつては蜂に刺されると尿をつけると良いと言われたが、これは蜂の毒が偽存であり、尿に アンモニアが含まれているので中和できると考えられていたからである。現在ではこのどちらも間違いである。ありがとうございます。